フィリップ・レーナルト、フィリップ・エドワルト・アントン・フォン・レーナルト、フィリップ・エドワード・アントン・フォン・レーナル八1862年6月7日1947年5月20日は、ハンガリーのポジョニ出身のドイツの物理学者である。ハンガリー名レーナールド・フィリップ・エデ、アンタル、LNRD 会、リットル・ P ・エデ・アントル。陰極線の研究で1905年に、ノーベル物理学賞を受賞した。 また、熱心な反ユダヤ主義者だったことでも知られている。1862年7月7日、オーストリア帝国のハンガリー王国プレスブルク、ポジョニー、現在のスロバキアのブラチスラバに生まれる。両親は、チロル州から17世紀に移住してきたドイツ人の家系でワインショーを営んでいた。レーナルトは、ロイヤルハンガリアンギムナジウムでハンガリー語を学んだが、 自伝でも書いているようにその経験、特にバージル・クラットという先生の影響が人格形成に大きく影響している。若い頃のレイナルトは熱心なマジャル人国家主義者だった。言語としてはハンガリー語が好きで、主に居住していたハンガリー地方にドイツ風の地名をつけることには激しく反対した。自らはハンガリー風に書い、リットル・ピー・レナードあるいはリーナーディと名前を綴っていた。 1880年、ウィーンとブダペストで、物理学と科学を学んだ。1882年には、ブダペストを離れ、プレスブルクに戻ったが、ブダペスト大学での助手の職に就こうとして割られ、1883年に、ハイデルベルクに引っ越した。ハイデルベルクでは有名なロベルト文前に支持し、1学期だけベルリンのヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツに学び、1886年に、 博士号を取得した。1887年、ブタペストでエトベシュ・ロランドの女子となる。その後、アーヘン大学、ボン大学、ブローツワフ大学、ハイデルベルク大学、キール大学に勤め、1907年には、ハイデルベルク大学に創設されたフィリップ・レーナルと、研究所の所長に就任した。1905年にはスウェーデン王立科学アカデミーの会員、 1907年にはハンガリー科学アカデミーの会員に選ばれている。初期には輪行やルミネセンス、炎の伝導率なども研究していた。レーナルト最大の業績は1888年から始めた陰極線の研究である。それ以前の陰極線は、ある程度真空に近づけたガラス管に金属電極を配し、そこに高電圧を印加することで発生させていた。 したがって、陰極線は封印されたガラス管の中にあり、しかも、ガラス管内には空気の分子もあるため、直接的な研究が難しかった。レーナルトは、ガラス管に小さな金属箔の窓、レーナルトの窓を設置し、圧力差に耐えられる程度に厚いが、陰極線が通過する程度には薄いものにすることで、この問題を解決した。これをレーナルトクだと呼ぶ。これを使って、 陰極線をその窓から実験室内に出したり、別の完全に真空にした部屋に出したりすることができるようになった。これによって輪行物質を塗布した紙を使った陰極線の検知が容易になり、その強度も測定できるようになった。レーナルトは陰極線の吸収の度合いが通過する物質の密度と比例することに気づいた。これは陰極線が 電磁放射の一種だという説を否定するかに思われた。また、通常の空気中では、数インチしか通過できないことを発見し、空気中の分子よりも小さい粒子が、空気の分子にぶつかって散乱しているのではないかと考えた。ジョゼフ・ジョン・トムソンの成果も考慮して、陰極線は負に帯電したエネルギー粒子の流れだという結論に達した。彼はヘルム・ホルツに習って、これを、 クワンタ・オブ・エレクトリシティ、または単に、クワンタ、量子と名付けた。一方、ジョゼフ・ジョン・トムソンは、コープッセルと名付けたが、最終的には、エレクトロン、電子と呼ばれるようになった。自身の陰極線を金属に吸収させる実験や、先人の成果からレなナルトは、電子が原子を構成する一部であり、原子の大部分は何もない空間からなっているという、正しい推論を行った。 クルックス管を使った研究では、真空中の金属に紫外線を照射した際に生じる放射線、光電効果が陰極線と同じであることを示した。特にその放射線のエネルギーが照射する光の強さとは無関係だが、光の波長が短いほど強くなることを発見した。後に、これを量子効果として説明づけたのがアルベルト・アインシュタインである。 その理論では、陰極線エネルギーと光の波長をグラフにプロットしたとき、その傾斜がプランク定数 H と等しくなると予測されていた。これは、数年後に事実であることが判明している。アインシュタインは、光電効果の研究で、ノーベル物理学賞を受賞している。1892年、レナード効果と呼ばれるようになる現象を発見した。これは、 水滴が落下中に微流化するとき、帯電するという現象である。ただし、正確には発見したのではなく、以前から知られていた。この現象を物理学的に説明したというのが正しい。彼は様々な大きさと形状の水滴を研究し、水粒子を数秒間一定の位置に保つことができる、斬新な風洞を建設した。大きな水滴が 涙状の形ではなくハンバーガーのような形であることを最初に明らかしたのもレーナルトである。レーナルトは研究の業績の他にいくつかの行動によって悪名を残している。レントゲンが X 線の発見に際してレーナルト管を用いたのに彼の名を引用しなかったことに激しく怒った。レーナルトはドイツナショナリズムの熱心な信奉者としても記憶されており、 ドイツからアイデアを盗んだとして、イギリスの物理学を軽蔑していた。また、電流の単位として、フランスの物理学者、アンドレイコール、マリアンペールにちなんだアンペアを用いることを気に入らず、その代わりに、ドイツの物理学者、ビルヘルム・ベーバーの名を用いるよう示し、ハイデルベルクの研究所にあるすべての機器の単位を、ベーバーに書き換えさせたというエピソードが残る。なお、 ビルヘルム・ベーバーにちなんだ、ウェーバーは、時速の単位である。早くから、国家社会主義ドイツ労働者等の党員になっており、ナチスドイツ時代には、非科学的な、を提唱し、ユダヤ物理学は人を惑わす間違った学問だとして、無視した。これは主に、アルベルト・アインシュタインの相対性理論を指してのことで、ある。アドルフ・ヒトラーの科学顧問として、 ナチスのドイツ物理学部門の代表となった。1933年に出版した、グレートメインサイエンス、A History of Scientific Progress、科学の偉人たち科学発展の歴史から、科学者たちについてのレーナルトの見方が伺える。なお、この本はの序文付きで英訳され、第二次世界大戦後も、世界各地の大学で広く読まれた。 レーナルトがアインシュタインやキュリーをその本に含めなかった点についてアンドロディはこの作者のような個性の強い人は個人的判断を強く主張する傾向があると注記している。1954年の英語版のページジックスには次のような出版社による中期がある。レーナルト教授の科学の先人たちについての研究は深い知識と見事なバランスを示しているが 彼の同時代の科学者については、個人的偏見に判断を動かされる傾向があった。彼が存命だったなら、最近の研究に基づいた改定に同意しなかっただろう。レーナルトは1931年、ハイデルベルク大学の理論物理学教授職を引退した。その後は名誉教授となったが、1945年に連合国に占領されると、その職を追われた。 1947年メッセルハウゼンで死去。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。